はい、皆さんこんばんは。今日はちょっと変わったネタで、撮影ばっかりやってるともう声だけのテクニックだけでいいという人ばっかり見ちゃうから、こういうの見なくてもいいよとか、なんだこんなの発声じゃないじゃないっていうために、暇ネタです。コーヒーブレイクです。コーヒーブレイクですね。ちょっと楽しい話題かな。男性にとっては少しえっていう話題かもしれません。女性の方はそんなこと言わないでじゃなくて、あ、そういう文化もあるんだな、カルチャーが違うんだなと思いください。1980年のある日、5月ある日って言って、5月ドイツに留学しました。やっと留学です。もう月収2万5000円から始めて、1万3000のアパートに住んでいて、1万2000円しか残んないで、ポテト、それで20日過ぎたらハムカツを食べてたりという、それからやっとこうなんか仕事にありついて、お金を貯めて200万円を持って、これでドイツ留学に行きました。200万円貯めるの大変だったです。3年半かかりました。食べるものも食べずに頑張りました。さて、そこでハンブルク、僕の町は小さい町、静かな町ですが、ハンブルクにオペラを見に行こうということになりました。夏、7月の初めでしょうか。7月の初めって言っても、ドイツは非常に寒いというか、暖かくは暑くはないです。1980年代のある日ですからね。さて、ハンブルクに行って、翌日はオペラを見る、ファウスト、ですね、グノーのファウストを見る。テノーレ、ファウスト博士はネイリシコフですね。ネイリシコフはまだ若くて、ちょっと高音が怖いと言って、ガラスの心臓とかドイツでは言われていた頃です。高音が決まったり決まらなかったりの若いネイリシコフ。メフィストフェレはイタリアのルジェロ・ライモンディ。テノールかと思うほど上の声が出るというバスで、下の方へちょっと物足りない、ギャーの方を聞いた耳からはごめんなさい、物足りないけど、背が高くてスムーズな動きで何でも失敗がなく歌える、それは高音が出るからね。で、マルガリエッテはハンガリー人の誰だっけ、顔が浮かんでるけど、シュビシャシじゃなくて、どうしたんだろう、女性っぽい人、男性っぽい、女性っぽいって性差別だけど、柔らかい歌を歌って、耳でも有名だし、このファウストでもフランス語が非常にうまい、ハンガリー人なのに思い出さない、10秒経ったけど思い出さない、ごめんなさい。その頃よく歌ってた方で、非常に有名な方です。うまい歌でした。それを見に行くけど、その1日前にハンブルクに到着しました。ハンブルクはもう北のドイツで、ほとんど北海、海に面してはいない、何十キロか川で、エルベ川で入っているけども、港町です。夜港に行くと、うなぎの燻製をブーメランのように本投げて売ってましたね。うわあ、ブーメランでくるくる回転しながら売っちゃうのか、これお客さんのとこつくのかなと思うと、なんとか本投げたものを取る人がいて、はあ、あと3本あと5本とか言って、ポンポンポン、うなぎ投げかよっていう、日本では絶対にないパターンですね。まあ、うなぎは彼らは燻製にする、イギリスではうなぎのジェリー、まあ、ゼリーと言わずにジェリー、まあ、なんちょっといまいちです、私はね。で、燻製は食べなかったです。当時ドイツお金がなかったですから。そんなことをしていたんですが、翌日オペラを見る前に市役所からちょっと公園を歩きました。これは市役所前の公園で、実際はこの公園じゃなくて、もうちょっとエルベガーが背後に見えた開放的ななんとか公園の噴水です。見に行きました。そうしますと、そこに噴水にこういうね、ビキニの方が2人座ってんですよ。それもね、上はつけてないんですよ。こういう感じです。とても出せませんから、猫ちゃんに出ていただきました。2人の女の人がですね2人の女の人が、10代か20歳ぐらいでしょう。上はつけてないで、胸は丸見えです、当たり前だけど。それで、こう段、噴水の段に腰掛けて、日本だったら警察に捕まっちゃうの、わいせつ物なんだかんだっつってね。ところが、それで、あんな人座ってると思って、思わず見てしまったら、僕の見て
僕の方をにかって微笑むんですよ。わお、微笑むんだ。普通ドイツ人はにこ、うん、こっちがうんって見ても顔を見て僕の顔を見てにこってはしません。何東洋人がっていう感じの、私を見ては何もしないけど1秒ぐらい目が合っちゃうと目を顔を90度ぐらい横に回してからふっ、やだとか気持ち悪いみたいなことをする女性が結構いました。結構、全部ではありません。差別とかではなくて、なんか東洋人に慣れてないし、中国人か中国人かって言われるので、中国人嫌いなのか今分かりませんけど、まあここではニコッとしました。普通の女性じゃないのかもしれないけど、普通の女性が何だか分からないですけど、まあそういういい思いをしました。じゃあ上半身裸だねって言ったら、この国はあのノーブラだから、ノーブラって言っちゃいけないよ、ノーブラで通じちゃうからね。まあみんなノーブラノーブラって言ってるんですけど、僕はブラジャーしてるかしてないかに知識、興味やそのテンデンシーなんていうんですか、そこにこう傾く気持ちがなかったです。だからブラジャーしててもしてなくてもいい、ブラジャーしてなかったら落ちちゃうんじゃないかっていう、危惧が一瞬頭をかすめましたが、半年もいるとそんなことはないんだと。彼らのお尻や胸のつき方は筋肉がボンと上がっちゃってるので、あの東洋人みたくスワッと落ちてこないから、ブラジャーつけてなくてもあのベロンって落ちませんよっていうことなのかもしれませんね。はい、イタリア行くとみんなブラジャーつけています。でブラをつけてるかつけてないかっていう話にもなりますが、まあ、少しだけセクシーな話ですけど、考えの違いということを言いたいんです。私はね、あのそういうことでハンブルクでそういうのを見ました。で僕は行かなかったエルベ川、ハンブルクはエルベ川下半の町ですが、エルベ川のね、あの砂浜のところに行くとね、みんなヌーディストで何もつけてないよ。あ、そう。でもね、男の人もおじいちゃんもおばあちゃんも何もつけてないヌーディストたちだよ。何十人も 何百人も集まって、そこ行けば土曜日曜はヌードだよ、みんな。男も女も見たくない人も見たい人も。あ、そうなんだって言って、そこに実際に行ったら日本人の女の子も脱いじゃったって話まで聞きました。嘘か本当か持ってやるかどうかは分かりません。とにかく裸になるということが、あの日本ほど、まあ、温泉を別として、温泉で裸になるのは海外の人は多分ドイツ人も分かんないと思います。健康的な外、太陽の光を浴びるところでヌードになるというのは健康法だし、それを誰も恥だとは思わない。やりたくない人はやらない。でそんなことはいけないとか、警察が来て取り締まったりすることはないということですね。日光浴の一種として裸になる。そういえば5月12日にドイツに入りましたが、5月の末になってやっと、3月4月で天気が悪いんで、日本でいう春というのは5月の中旬以降だと思いますね。In wunderschönen Monat Mai、 Schönen Monat Mai という歌がありますよね。詩人の恋の第一曲、短い In wunderschönen Monat Mai Alsa Reknos あります。とっても綺麗な短い曲で1分ぐらい終わっちゃいますか。ソーファーという半音で終わっちゃう2曲目に続くんですよね。その詩人の声、シューマンの美しい5月って、ああこれが春なんだということで、春になると中庭ではそこに住んでる人たちがビキニでこう日光浴のこういうなんていうんですかね、椅子に手足を伸ばして本を読んだりサングラスをかけながらいろいろ太陽に当たってます。ビキニですから、体の20分の1も隠してないわけで、日に焼けちゃう。日本人だとそばかすになっちゃう。はい、そばかすだらけです。25、30歳以降の方はもうそばかす、背中も顔も首もそばかすだらけです。それを気にしません。むしろ日に焼けたということがイタリア人も含めてヨーロッパ人では誇りであり、かっこいいんです。ですからいつかベルルスコーニという金漫画、日本で言えば言ってもいいのかな、読売新聞の社長さんが
鍋常という方ですね、有名。読売新聞も、そしてテレビ、日本テレビも持ってる。で、ベルルスコーニもテレビ局と新聞持ってる。ただ、ベルルスコーニはもう一個持ってますね。まあいいか。そういうベルルスコーニがオバマ。オバマさんが大統領になった時に、オバマを見て、日焼けしててかっこいいと言ってしまって、なんだ、黒人のことを何、そんなこと冗談言ってんだ。多分冗談じゃなくて、まあ、頭はベルスコーニいいかどうか別として、はあ、日焼けしててかっこいいっていうイタリア人の考え方が先に出て行ってしまったと思われます。まあ、みんな黒人は黒いから日焼けしてんだよって、アブロンザーとベルローと言ってしまったんですけど、そんなくらいかっこいいんです。で、オペラ見に行くとか食事に行くというと、白人の白いピンクの人が結構真っ茶色に塗ってアイーダやるのか、アイーダになるのかって、実はアイーダ歌った人も知り合いで、その人やっぱ結構黒く塗ってきて、アイーダほどじゃないんだけど、アイーダエチオピア人の、笑っちゃいけないのかな、本当はアイーダのメイクしてくんだよって思ったぐらい真っ黒にイタリアでしてきちゃう、そういうことあります。で、黒いのが好き、日焼けが好きだから当然服を脱いで日に当たりたい。普通の方は中庭です。でもこの、ハンブルク の, あのこの噴水にいた方はもうみんなの前で出していた。そのようにヌードになったり好きだっていうことですね。で、ドイツに行って、まあ、電車に乗りますと、バスでは小さいですけど、電車に乗りますとミニスカート履いてる人は、日本だと足をピッとこう揃えてるとか、なんかこんな X 脚になって股が見えないように努力しています。あれは儒教的なものかどうかさておき、もう僕はあんまり源流を求めるのが好きではない。果たしてその一つだけのせいにして、あの封建制は全部が儒教かどうかは、なかなかね、そんなこと言ったら儒教は韓国の方が全然強い、お父さんの意見は、絶対、おじいさんの意見は完璧、年が上の人はもう絶対間違いがないという考え方ですから、まあ、そのは別として、あの足をピッてやってないで自然にこうフワーンって足がこうなっているので、あの下着やパンツが見えちゃってることあります。それでも別に恥とかいけないとかそんなことはないんです。考えるに、ヨーロッパ人特に北欧の人にとっては、まあ胸というのは二の腕の延長、肩の延長、あるいはそのこの骨なんて言うんですか、肩甲骨ですか、肩に2本横に水平に近く走っている、あの辺の延長であって、胸を出したらもう恥ずかしくて死んじゃうみたいな、そういう日本とは違って、見えたら見えた時だみたいな感じです。お尻にしても、見えにしても、パンツにしても、ブラにしても、だ見せブラなんてもうヨーロッパから流行っちゃいましたよね。そんな感じで女性の方に聞いていただきたい、いただきたいというか、違いますよっていうのは、もう裸をどこまで取るかで、中国人、韓国人は日本に夏着て平気で短パンを履きますけど、日本人の女性は短パンはあんまり履かないですよね、まず。まあ、銀座六本木渋谷ではまあたまに見ますが、銀座池袋で短パンを履いてる人はもう韓国人か中国人です。6月でも5月から履いてます。暑いんだから短パンは正解です。でも足出すことへのちょっと警戒感があるのか、キュロットだったりします。15年20年前には夏でもパンティストッキングを履いて、パンティストッキングというのは英語じゃありません、パンティホーズって言いますので、ストッキングとパンティが一緒になったからパンティストッキングではない、まああれを履いていました。わあ、暑いだろう、蒸れんだろうなと思ってね。夏にもなんか80、100デニールという蒸れちゃうようなレギンス、真っ黒の履いてる人も、日本の地震の頃にはいました。2011年頃にはね、10年ちょっと前、最近そんな夏にみんな分厚いレギンス履く人はいなくなりました。つまり素肌を見せる。ドイツ人もイタリア人も胸結構見せています。イタリア人はブラジャーをしている。ドイツ人はしてない感じです。まあ胸元とかそういうのを私は研究していたわけではありませんけど、いれば感じてしまいます。そういう日本は隠している。
そんな見えたら絶対いけないという、やっぱり東洋でありながら東洋でもかなり守ってますよね、そういう封建的な部分、封建的って言っていいかどうか、隠すとこは隠すという部分ですね。それは陰謀などをモザイクにすると、いいか悪いか別にして、そういう日本ではまだ警察がうるさいということですね。極部のが毛が見えてはいけない、毛吸っていくとどこまで見えたらいいかというのはまた別の話ですね。アメリカでは全くその陰謀が見えててもいいです。ただしアメリカの基準がありまして、女の人が真っ裸になっているのはよろしい、そういう写真はいいんだ、視線が横を向いてないけど読者の方を視線が向いてるのは卑猥な誘うことになるのでいけない、そういう基準ですね。日本はそれが裸で見えてるか見えないかでダメ、アメリカではそれが誘発させるような視線を送っているとダメ、それがまあ深いですよね、日本の場合は簡単に見えてるか見えてないかということで、大島渚という人が映画のことで裁判をしましたけれども、やっぱり見えちゃいけない、ね、だからモザイク、わけの分からない、まあ、僕はモザイクでもモザイクじゃなくても別にそんなとこ見たくはないんですけど、はっきりするかどうかじゃなくて、そのちょっと時代には遅れてます、世界的には先進国だと言うなら遅れてますね、日本はそれでしょ、決め事でしょ、紙 の、 小学生ともか中学生高校生の校則、学校の規則では髪を染めちゃいけない、ちょっと赤い人もいるんだけどね、実際天然で、それから髪をこうしてどうしてはいけない、もみあげがどうとかね、スカートの丈が長くても短くてもいけない、不良になるから、それ外見で決めてしまう、それが日本のまあ封建主義イコールブランド主義な、封建主義ということはブランド主義なんですよ、一流の形態を決めてしまって、それ以外は排除するっていうのはブランド、だからブランドの本店がいっぱい来ますよ、流行ります、売れます、そういうところに短絡的な日本の決め方があると言いますね。かなり頭を使っているところもあるけど、セックス表現とかそういう学校においては非常に短絡的に物事を決めて、で彼らはそうじゃないから、パンツ見せたって別に平気、盗撮はあるんだかないんだか知りませんが、日本ほど盗撮も痴漢もないと思われます。痴漢があるなら触りたいからってバッと触ります。満員電車の中で誰か分かんないように新聞で隠したりなんかして、触るような卑怯な人は、まあ、ゼロではないんでしょうけど日本ほどはありません、まあ、満員電車が日本ほどないということも確かです。さあ話を先に行きますと、ドイツ人は少なくとも胸は二の腕の一部ぐらいにしか持ってない、人に触ったとしてもね、見せるか見せないかは別ですよ。だ店エルベ川の下半に行ったら、まあ、ヌーディストになるぐらい太陽を浴びたいから、太陽が弱いからアジアと違ってですね、でイタリアではイルレソーレ、ソーレは男性形で定冠詞イルを使います。恐れ見ようのソーレのオは定冠詞のイルですけど、南に行ったらイルがオとなるだけです。でじゃあフランス語でもレソレイユは男性形ですよね、ドイツ語に来ると太陽、ゾンネはディーゾンネ、女性形になっちゃうんですよ。それで月がデアモントと言って月が男性で、高校と照る満月は力強い男性だけど、太陽は弱いからディーゾンネ、女性形なんですよね。だから弱い太陽に5月6月は胸をそして足を焼きたいという欲望がある、ヨーロッパ特徴です。でイタリアは太陽が強いけれども、でも日焼けしたい、みんな夏は海とか島に行くということで、その日焼けしちゃいけない、色白は七難を隠すなんていうのと全然違うということですよね。日本人はプールにいるけど黒いソックスじゃなくて腿のあたりまで来る長いソックスと黒い脇の下近くまで来るなんていう手袋じゃなくて、なんて言うんでしょうね、物をはめてて
プールにサングラスしているけど何のためだってイタリア人が僕に言ったけど、ホテルのプールでそういう女性がいたんですよね。お年を召してても、70、60を過ぎても日傘で、もう60過ぎたらもうビタミン D を作るために紫外線に当たった方がいいんだけど、やっぱり肌黒くなるのは嫌だというのが日本です。さてイタリアに行きます。話がね、イタリアに行きますとノーブラな人は多分僕気にしてないんだけどあんまりいないです。それでそんなことは忘れてスカラの話をする。ラスカラで、このプラティエアという一番下ですね、まあ、見えてないけどお金の高いところです。ここはもう清掃してくるので短パンで来たりスニーカーで来たりする人はまずいない。スクールコンサート以外はですね、おしゃれをしてきます。でこれはパルコといって、昔は2人3人で入ってた、でカーテンがあってその中で飯食ってたり怪しいことしてたり、アリアのところだけパッと上げてブラーボーとか言ってたやつですね。100年ぐらい前は違いますけど、300年400年前貴族の時代はそうです。パルコ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 、この上2個はねパルコという扱いじゃ壁がないんですよ。柱はあるけど隣に壁がない。この柱は天井を支えるためだけのものです。ここには天井を支え、そして隣の部屋とは隔壁が立って、これだけ6人3、3と椅子があって6人座る。ナポリの3階でもこうなって大体そうなんですけど、1、2、3、4までを過ごす5階と6階ラスカーラ、スカラ座はただ席が並んでるだけです。で一番上、この1、2、3、4、5、6階に当たるんでしょうか、そういう数え方はしないんですけど、ロジョーネって言います。ロジャーレがその泊まるとか停滞するとか、そこにいるとか宿泊する、ロジョーネ、そこにいつもいる人、つまりオペラをよく見てる人、日本語で言うとちょっと違うけど天井さじき、一番上からこうね見てる人で、これこう天井さじきから見るとこれは多分ロジョーネ、ここじゃ第2段目じゃないかな、見ると舞台こうなってます。馬蹄形に客席がなってて、まあ、見やすいために真直線だとちょっと見にくいですから、でこう見るんですよね。ここは目の見えない人の席です。ほとんど見えない。でもここはねなかなか面白い、指揮者も全部分かってですね、面白いですよ。でこうなって路上の一番上のこう全部こっちまで馬蹄形が路上の常連の人の、あ、路上ね、常連、ちょっと音が常連似てるかな、常連の人の席なんですよ。でアボナメントといって、アボナメントは何て言いますか、定期券みたいな、その例えばこの3番目の席を1年分買う50公演とかね、アボナメントは ABCD といろいろあるんですけど、クラスもそこを買って、まあ、じゃあ年間50回60回見るのというと、まあ、そんなには見ないんだけど友達に譲ったり売ったりするわけですよ。定期券みたいのがあって、その席を1年分買うというのがあります。でも1年分だからある程度、まあ、客をいっぱいにするためにやってるわけですから割引にはなってるんですね。1年投資券というのがあります。日本であるのかな、わかりません。1年いつもオペラを見てる暇な人はいないかもしれない。それだけ興味の問題ですね。夜8時からですからね、イタリアで。そして僕はもちろん1年分なんて券買いませんが、好きなものだけ見て、どうでしょうか。下はまあそれは1万円2万円、今もっとするのかな、とても高くて留学生に買えないけど、上はまあ1500円、2000円、3000円しないんじゃないかな、そういう席がありました。で一番上のロジョーネの席の前2列は椅子があるんですよ。3列目からは立ち見席です。立って好きに見てね。で上にはちょっとバーがあって、そのバーに捕まりながら前の人ボーンって衝突しない、ぶつけないように、追突しないように、まあ、そういうバーを握りながら見たりっていう、常識的に、この一番前の席は被害がないけど、2番目の席はその2番目の席の後ろの人は立ってるわけですからね。そういう人たちがちょっと動いたりするとガサガサっていったり、立ち見ということは
いなくなっても、そして場面を動いて、あ、場所を動いても自由なので、一番上の席、これ6回目にあたるスカラは、あの2列だけ席があって、あとは、まあ、巨大な廊下のようになってるんですよね。10メートルぐらい後ろまであって、後ろにはソファーが置いてあるので、そこでスパルティとあのピアノ版のオペラを見て、どうせよく見えないから、あの1500円か2000円払って音だけ、生の音を聞いて譜面を見てると、結構間違っている。あ、バルトが入ってきちゃった、どうすんだどうすんだ、あ、ソプラノがちょっと困惑している、二重唱で片っぽ落ちちゃった、言葉どうなどうなんだプロンプターがスッジェリトーレがパルティーだ、あ、パルティーとかなんとかになったりしてね、面白いところありました。まあ、今はもう全部覚えてやってるのかな。そんなことですが、そのロジョネのその2番目出るかな、あ、そう、ここもうちょっとこれ出しちゃよかったね。これで1番目に、これ立ってる人いるけど、これは1番目の人が立ってるんですよ。これお休み、あのパなんていうんですか、オペラやってない時ですか。1番目2番目には席がある。僕はね、左のこの辺の、あ、違う、こっちの右だ、右の中央よかちょっと右寄りの2番目の席に座ってた、うん、蝶々夫人を見てたと思います。仮面舞踏会だったかな、忘れちゃった。いずれにしても1986年の2月頃、どっちもやってたねどっちもやってた、林康子さんの蝶々夫人か、ルチアノ・パヴァロッティが降りた後の次のテノールの仮面舞踏会ですね。ウンバルイマスケラ。それを見てました。で、2番目ですから、後ろは立ち見席ですよね。特に人気あったわけじゃないけど、だんだん人が混んできて、2幕あたりから、まあ、僕の背中になんとなく人が触れるような、当たるような感じになってきました。それで、いよいよそれが、白熱、舞台が白熱してくると、なんかやっぱしね、絶対におばさんの おばさんのお腹みたいなのが当たってる。僕座ってるから、僕の背中や肩甲骨はだいたい立ってる人のお腹になるわけですよね。ちょっとベタって、まあ前見たいからこう前の目に乗ってなってるのは分かるけど、僕にこう人がお腹つけてんだ、まあまあいいえって、少し僕も前のめりになったりすると、そのお腹が僕の背中に余計ついてですね、こう、あ、こっちか、こう僕がちょっと余計すると、うわってそこついてくるんで、わあ、じゃあいつまでたってもこれおっぺされちゃったままだって思いました。でもそれで20分ぐらい経ったので、もうやだな、もう本当にあんまりつけないでと思って後ろを見たら、お腹じゃなくて背の小さい20歳ぐらいの可愛い綺麗な女の子の胸だったんですよ。あ、そうだったの、じゃあ行ってよっていうことはないですけど、うわ、お尻をなんかご婦人のお腹が押されてると思ったのに、若い綺麗な眼鏡かけた子の胸だと思ったら、急にオペラの内容飛んじゃってあ、もっと押してもいいのよみたいな、別に、ね、そこまでじゃないですけど、まあ、そんな気持ちになったですね情けないんですけど、何を言わんとするかというと、それで、なんていうんですかね、いい思い出とかいうことじゃなくて、胸がね、女の子の胸が人に触るって日本だったら考えられないでしょ。満員電車でみんな胸かばってるじゃないですか、肘でね、あるいはバックで、僕が満員電車に乗ってた頃にはね、背中に結構硬いものが当たるんですよ。それは彼女が自分の胸をガードしている肘だったり、胸をガードするために前に持ってるバックの金具だったりしてね、僕の腰よかちょっと背中の低い部分に当たる、日本人背が低いから。まあそれは嫌な人や痴漢ひどい人もいるからしょうがないんだろうと思ってたけど、イタリア人はね、そんな胸守ったりしない。だから僕の背中にベターっと彼女の胸がついてるわけです。で、言いたいのは、さっきドイツ人のところで言ったように、胸が二の腕とか鎖骨の延長としてあってんで、胸は
見せない、触らせない、もちろんもちろん当たり前ですよ。でもそういう頑なに防御する姿勢の日本とは違うんだっていうことです。そんなこと喋ってお前オペラでどう関係があるんだって言われるかもしれないけど、オペラの中で二重唱した時に、なんていうんですかね、二の腕を抱く、肩に、手をやる、あるいは頭の毛に手をやるっていう仕草でも違うわけですよね。うん、二重唱で、まあ、手をつなぐっていう時は腕と腕をつなぐんであって、その握手したり手を握るっていうことは舞台ではないわけですよね。そういうふうに間違っちゃってるドイツ人のテノールもいますけどね。まあその別の時、ダンミルバラチョミアピチーナって言いながら、ドイツ人が手と手を握って、なんだこれ、ダンミルブラッチョ、腕をちょうだいって言ってるのに手握ってアーモールアーモールアーマーって歌って、何なんだこれはと思ったことあるけど、まあ声を聞くべきで、言葉分かってないだろう、二次章やってるわけないだろうけど、ダンミルブラッチョ、まあまあまあいいや、そういうふうなことです。路上寝でそんなことがありました。だからドイツにしてもイタリアにしてもね、胸とかを極度に触らせないとか、人に、まあ、好んでつける人はいないけども、防御姿勢で胸見られたらおしまい、胸が人についたら恥とか、そんなふうには思ってないっていうことですよ。そういう人たちがやってる芸術がオペラだ、あるいはそういう歌曲にしても詩の中に現れている。島国の東洋の日本でね、絶対ミニスカート見せないように足をピッとこうやってる、テレビでもなんか足をこういうふうにピッときれいにアナウンサーがしてて、逆に気持ち悪いですね、お人形さんで生きてないみたいで。もちろんその中見せないために、変な思いさせないためにやってる、そんならズボン履いてくればいいんですよね。うん、ミニスカート履くっていうことは別に、なんだろう、そういうあんまり言うと変な流れになってしまうんですけど、意識しすぎならやめればいいんだよ、ね、そうまあそんなところで、見せてもたとえ人に触れても、胸も体の一部よ、二の腕とどこが違うのっていう感覚があると。全部が全部、全てがそうじゃないけれども、そういう、なんていうんですか、緩やかなところで芸術ができているということは、歌詞の中でたまにこれが、ああ日本じゃこれ考えられないだろうなっていう、ただ歌ってイタリア語だからそうやって舞台だけでやってんで、歌ってる人も舞台降りたら絶対にそんなこと言わないだろうし、な二重唱歌ってる時見たくしたら怒るっていうことなんじゃないかなって思うので、文化的な背景で30分以上いっちゃう、ね、胸見せる見せない、触る触らせない、触ることはないね、そういうことがあるんですって、他の方は多分このような発言をしないだろうということなんですよ。で、満員電車って日本大変です、あんな電車ないですから。満員電車の中、ここの後ろはね、満員電車の中みたいです。まあ、満員電車、あ、そうね、2人目にこういう猫がみたいに立って、満員電車だって、このインドの満員電車で、こんな満員電車は日本にもないけど、中がすし詰めだっていうことですよね。他のことも結構頭も満員電車になってるのかもしれないな。だから見せたらダメっていうふうにすぐ取り締まりが短絡的になっちゃうのかな。学校の校則、あれはどうかなんないかな。もうちょっと個性に委ねた方がいいんだけど、まだそんな100年前のようなことを日本はやってるのかなって。それで育ってヨーロッパの文化が歌だけで発声だけで治るのかなっていう危惧があるというようなことです。お付き合いありがとうございました。